安井美佐子は、日本の政治家、コンサルタント、前参議院議員、青山会を経て、国塾の会に所属。現在は、令和新選組衆議院愛知県大塾区、総支部長。東京都港区出身。父親は、銀行員。港区立郊外小学校、東洋英和女学院中学部、高等部を経て、上智大学法学部法律学科を経て、渡米し、 ニューヨーク大学ジャーナリズム学部に編入し1989年に卒業。大学卒業後、マッキンゼーカンパニーに入社し、ビジネスアナリストとして、企業の経営戦略などを手掛ける。ミスミフード事業部企画担当の後、1996年にコンサルタントとして独立。以後、岩手県、食と農の研究会委員、大阪市役所市政改革本部長サイン。 橋本徹知事時代に大阪府特別参与党を歴任。2007年より東京財団政策研究部ディレクター兼研究員となる。2009年より一橋大学国際公共政策大学院専門職学位課程に入学し、2012年に終了。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で民主党より 木又敬武の公認として愛知県選挙区から出馬し、初当選した。2015年1月に行われた民主党代表選挙では、元幹事長、細野武氏の推薦人に名を連ねた。同年9月15日、民主党は安井を次期衆院選、愛知10区の公認候補とすることを決定した。そのため2016年の第24回参議院。 議員通常選挙には出馬せず人気満了で退任した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に愛知10区から希望の投稿人で出馬。同選挙区は安い、自民党の江崎哲馬、日本維新の会の杉本和美、日本共産党の新人の4社の争いとなり、得票数2番目で落選。配率は75.489%。 比例東海ブロックで、希望の党が獲得した5議席のうち5番目で、当選した静岡パックの玄馬健太郎の77.091%に及ばず、時点での落選となった。2018年5月、希望の党回党に伴い無所属となる。2020年2月19日、令和新選組の第一次公認で、同じ愛知10区の立候補予定者として発表され、 党衆議院愛知県第10区総支部長に就任。ありがとうございます。